ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回は Google 日本語入力のキーボードを操作する際、音声入力で文字を入力する方法についてご紹介したいと思います。音声入力を行うには、まずは設定を行っておく必要があります。スマホの設定アプリを立ち上げ、システム、言語と入力、ソフトウェアキーボード。このソフトウェアキーボードの画面に、現在は Google 日本語入力のみが出ていますが、ここでキーボードを管理というのをタップして、音声入力を追加します。この画面ですと、一番下に Google 音声入力とありますので、この右側のスイッチをオンにします。再起動後、スマートフォンのロックを解除するまで、このアプリを起動することはできませんと出ますので、OK をタップします。そして、このまま前の画面に戻ります。そうすると、先ほど追加した Google 音声入力がこちらに出ています。今度は上側、Google 日本語入力というのをタップします。そして、この中の上から3つ目、入力。この画面で一番下までスクロールしていくと、音声入力ボタンを表示のスイッチがオンになっているかと思います。オンになっていない場合は、このスイッチの部分をタップしてオンにしてください。この状態で何かメモアプリを立ち上げます。そしてキーボードを表示すると、右上にマイクのアイコンが出ているかと思います。このアイコンをタップすることによって音声入力をすることができます。音声入力。このように音声で文字を入力することができます。ということで今回は Google 日本語入力で音声入力を行う方法についてご紹介しました。はじめからこのマイクのアイコンが出ている場合は特に設定を行う必要はありませんが、このアイコンが出ていない場合は今回ご紹介した最初の設定が必要になります。Google の音声入力は割と精度が高いので、特にスマホのこの小さなキーボードで文字を入力するのが苦手という方はこの音声入力を活用してみるのもいいかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。